ソフトバンク対ロッテ10対1。ソフトバンクがロッテに10対1で今季初の甲府コールド試合に勝利した。6回終了でゲームセットとなったものの、今季最多タイの毎回13安打を放ち10点を奪う大衝撃、貯金を今季最多の7として試合のなかった2、日本ハムとのゲーム差を 1.5 に広げた。勝ったばい、最初っからコールド勝ちでよかったわ。カード勝ち越しや。牧原、河村もだしょ。牧原が3割バッターですよ。牧原後四球見れるようになると文句ないわ。河村今日全打席出塁か。河村こんな少ないチャンスで全部結果出す。レギュラーなれる資質あるじゃない。今宮バントに際させてたよな。今宮は打率下がらないから案外なんとも思ってないかも。今はバントしていいのは海拓也だけだわ。大関今季に正面。大関くんエース格の扱い受けてるよね。欲を言えば大関は6回投げてほしかったな。カード勝ち越し決まると3戦目楽に見れるからええんよ。早く終わって最高の勝ち方バイ。明日も勝って3連勝したいね。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。